自分のバイト先は地域でも民の低い低所得者多いと評判のコンビニ。毎月当然のようにくれくれや万引きが発生する。しかしそんな犯罪者は一握りだし、良い人も常連さんもたくさんいる。その中でもほぼ毎日のようにやってくる常連おっちゃんの話。そのおっちゃん、とにかくおしゃべりが大好きらしく、毎回レジ終わりに様々な武勇伝を聞かされる。大体は戦前に軍人として活躍したんだぜっていう内容。毎回話が変わってある時にはスイスの諜報員だったし、またある時にはアメリカで職業軍人だったりと、ほとんどがネタ認定されている。しかし話自体は面白いし、大体店が暇な時にやってくるので、店員たちも話半分に面白おかしく聞いている。そしてこれはコンビニではおなじみ〇〇円買ってくれたらお菓子やジュースが当たるくじが引けますよってキャンペーン時期の話。まあこれは毎度くれくれやくじどろがよく出てくる悪夢の期間なんだけど、今回は特別。某アイドルのグッズが特別賞として出されていて、ズーズーしいのが出るわ出るわの毎日だった。そんなことは知らずに、常連のおっちゃんは毎日やってきてプリン出ないかななんて和む発言しながらくじ引き毎日やってた。しかしキャンペーンも終盤のある日、事件は起こった。その日もいつものようにタバコ2つ買ってくじを引き、結果当たり。しかも今回のは例のアイドルグッズ賞。まあおっちゃんの反応は当然のように、なんじゃこりゃプリンが良かったとがっかり。自分はこれ一等ですよ、ウィーンですねと励ましながら、でかい景品を袋詰めして手渡した。次の瞬間、レジとは離れた雑誌コーナーにいた女、幼児連れがこっちに猛ダッシュ、景品袋を掴んで逃走。自分は一瞬の出来事にポカーンしたが、おっちゃんの行動は驚くほど素早かった。車に乗り込もうとする女の手をつかみ、レジまで引きずってきた。ちなみにその間幼児は置き去りでギャン泣き、女はファビョルファビョルで大暴れ。しまいにはおっちゃんにつかみかかった。しかしおっちゃんは驚くべきスピードで、高身長タスヒールで自分より20センチは高いだろうその女を背負い投げした。女はポカーン。もちろん自分も。女はすぐに我に返ってファビョリでしたんだけど、おっちゃんのものすごく鋭い目つきにビビって黙った。その後泥棒はいかん、ましてや子供の前だぞ、子供の成長を考えろとコンコンと諭した後、帰ってよしと監督張りのセリフで女と子供返した。逃げ帰るように立ち去った二人を尻目に、やっぱりこれいらんわ、他のなんかと交換はありかねとかにこやかに聞くおっちゃんにビビりながら、自分のゼリー当たったくじと交換したら満面の笑みで帰ってったおっちゃん。ネタ認定していたが、あの獣のような目から発するオーラ的なものを見たら、アフリカのど真ん中でライオンと肉を取り合ったという話もあながち嘘とは言えなくなってしまった出来事。今日このおっちゃんに孫ができたと、またしても満面の笑みで自慢されたので、無事元気な子が生まれるよう呪いを込めて10日。長々とお目汚し失礼しました。